ルの菊池翔とコーラスキーボードの崎翔とベースマンビッキーとドラムコーラスの皆川ひかるです。ということで、はい、ヒストリーブランド設立25周年、うん、おめでとうございます。25周年ですよ、うん、やばいですよ ね、ちょうど、ね、生まれた子が、ね、25歳になるっていう。そうでしょうね、ね、そうでしょうね。25年前に生まれた子供が25歳になる。25歳になるでしょうね。そうでしょうね。大変なことですよ。ね、僕何を隠そうね、うん。初めて買ったギターがヒストリーだったんですよ。あら、まあ、そうですよね。それヒストリーの青いストラトキャスターを人生で初めて買ったんですけど、そっからもずっとあのヒストリーにもう惚れ込みまして、その後ね、セミアコ、赤いセミアコを買って、その後はレスポール、そして今は今使っているのはこの菊池翔モデルのテレキャスター、これ島村垣さんに作っていただきました。ありがとうございます。どうもベースベイストリーです。ベースもヒストリーですよ。ね、どうですかこれ。めちゃめちゃあの聞きやすいんですよ。はい。うん、で、あの何、もう馴染んでくるというか。うん。なんであの皆さんぜひぜひヒストリーを使ってください。ね、あの信頼の国産ということで、うん、本当におすすめです。ヒストリーとですね、共にこれからも、僕ら音楽活動を続けていきますので、共に頑張っていきましょう。以上、ザ・トムでした。バイバーイ。バイバーイ。